こんにちは、ゆかです。こんにちは、なおです。今日はですね、はい、久しぶりにお家のこと行きます。久しぶりに久しぶりインスタで家のこと定期的に上げておりますので、よかったらそちらご覧ください。はい、インスタも更新中。はい、で、今日は家のこと喋るんですが、今日は何ですか？コンセント祭りです。イエーイ。コンセントなんですけど、まず今日のこの動画は我が家のコンセント、どこにコンセントがあるか固まったどこにコンセントがあるかお伝えするのと、まあ、そのコンセントは何に使われてるのか、はい、ちょっと紹介していこうかなと思います。全公開です。はい、次回の動画はこの家に引っ越してもう1年半以上1年半以上やな、もう経ったな、経ってない、ちょうど1年半か1年半ちょうど1年半経ったので、そのコンセントたちを使ってみてのちょっといくつか公開ポイントが出てきたので、その話を次回お話ししたいかなと思います。なのでこれからお家作りされる方はよかったら見てください。はい、ほんで今日はね、この配線打ち合わせで使った図面を見ながら一つずつ解説したいと思います。それではレッツラゴー。はい、はい、こちらはガレージです。ガレージ、はい、まずこちらにございます。ここは何か使ってるの？使ってるよ。何に？だからこの手前でさ、ガレージ内で作業するときにサンダーとかさ、掃除機とかさ、はい、使えるよ。普段はだから差しっぱなしのものはないってことよね。普段は差しません。はい、次はで、そのあこれか作業台の下かな。あ、これちょっと今台風が近づいてるので、ちょっと今この辺ごちゃごちゃしてますが、次はここにあります。はい、作業台の下ちょっとアップしていいよ。はい、ここは、まあ、作業台の電気とか充電とかに使ってます。はい、最初からここに作業台作るつもりでしたか？ではなかったけどまあ何かしら絶対棚はもう、うん、置くと思ったから、うん、それでここにつけた。そこはな、はい、1個、はい、で次はこの奥の小部屋です。ロフトできました。ここ、はい、ここね、うん、ロフトの下です。ここはもともとロフトにしようと思ってたんですか？ロフトはそんな最近や、うん、ここにだから本当は作業台を最初作ろうと思ってた。あ、ここにね、デコマしてるから収納にしようかって言ってたけど、まあ、ロフトになったっていうことで、うん、で延長コード引っ張ってきてあそこに、うん、なんかいろいろつけてんやな。テレビとか電気とか、うん、とりあえずね、うん、まあ、ちょっとまだまだ、はい、よう帰りようかな。はい、ガレージは以上ですか？そうだね、3箇所かな。うん、はい、3箇所です。はい、次、はい、庭です、こちら庭のコンセントです。これは？これはあのまあ外側に1箇所は必要かなと思ってここにつけたんですけど、うん、まあ、ここはたまにねホットプレートを使って焼肉するときに、家の中やとちょっと匂いがこもるからちょっと外でやりたいなっていう時に、外でここから電気引っ張ってきてにお庭バーベキューしてます。はい、次、はい、暑い、外からは暑い。はい、次です。はい、玄関なんですけど、はい、こっち側は何にもないです。コンセントスイッチだけで、こっちの裏側こちらです。はい、はい、ここはね、あの未だ唯一使ってないコンセントじゃない？
じゃあなんか充電するかなと思って、まあ、もしかしたらゆくゆくはあの電気自転車、え、電動自転車、はい、電動自転車とかもしかしたら買うかもしれんから、まあ、充電するようにあのこのこっちのシューズクローク側に一箇所あった方がいいかなと思ってここにしましたが、まだ電動自転車買ってないので使ったことありません。はい、次。はい、はい、リビングです。はい、次ですが、はい、次このテレビの、はい、裏後ろですあ、そう、ちなみに言うの忘れてたんですけど、あの我が家のコンセントは2種類あって、この壁紙に合わせたこのスイッチとかも同じ種類なんですけど、このアドバンスシリーズのコンセントと、あと白いパナソニックのコスモシリーズ、両方パナソニックなんですけど、アドバンスシリーズとコスモシリーズの2種類あります。一応使い分けとしては、目に見えるところはコスモシリーズで、目に見えないところはアドバンス、え、ちょちょちょ、目に見えないところはコスモシリーズの白を使ってます。はい、でこのテレビの後ろは目に見えないのでコスモシリーズのコンセントを使ってます。4年か、4じゃない、4つと、あとテレビの線と、うん、なんかランケーブルがある、はい、うん、ギリギリやん全部、あ、でも一つ空いてんで、このテレビとスピーカーとこのブルーレイディスクの3つコンセント使ってて、ちょっと前まではあの BS とかも契約してたので、それも使ったら全部埋まってたんですけど、もう最近は1つ余ってます。このテレビの横なんですけど、ここにここにね、これはね見えるところやから、さっき言ってたアドバンスシリーズのコンセント使ってます。で、ここは何に使うかって言ったら、これはね、お家計画するときから奈緒くんが言ってたんですけど、冬になったらここにツリー置きたいって言うから、まあ一応つけました。いや、置きたいっていうか、置くかもってことですまあ置くかもしれんからここにつけようかってなってつけたんですけど、まあまだツリーを飾ったこともないし、何に使ってるかっていうと、たまにするゲームとかにコンセント使ったりとか、うん、たまにあの脱毛するときにコンセントここからつないだりしてます。次はこの和室の横のここのコンセントです。ここはね、リビングとダイニングの一番真ん中になるところにコンセントつけたんですけど、真ん中には何かしら必要かなと思ってコンセントつけました。で、今は扇風機と空気清浄機が使われてます。で、このここやと結構線がだらんってなって不格好かもしれないんですけど、扇風機はあのダイニングでご飯食べてるときはこっちでこうやって使うし、リビングでくつろいでるときはこうやって移動させるから、ちょうど真ん中って言ったらここのコンセントから引っ張ってくるのが一番いいんですよね。じゃあ次いきます。この机の下のコンセントです。ここはダイニングの後ろになるんですけど、棚かテーブルは置きたいなって思ってコンセントつけたんですが、机ができたので、まあその携帯の充電したりとか、あとはこのランプとかをこう延長コード引っ張ってくるのに使ってます。で、ここがいろいろ充電関係とか、あとこのランプで使ってます。はい、で次がこのエアコンの上にあります。で、ここのコンセントは、まあ、一応見える部分やからアドバンスシリーズにしてます。線は白いけどね。まあ線は白いけどはい、次このダイニングのこの下、ここはまあダイニングで、まあ、一応なんか
ホットプレートとかたまにしたりするんですけど、常に使わへんから、この辺に見えてるところにあっても別にいらんかなと思って、あの下の方というか隠れる位置につけました。デザイン的に、まあデザイン的にこの何もない感じ、何もない感じをしたかった。はいはい、です。で次小上がり行こうかな。次はこちらです。はい、小上がりの隅に一つあります。まあ前はね使ってたんやけど、あの前ここに L 字のテーブルがあって、でテレビがあって、ここはゲームする用の一応スペースやったんやけど、まあその時はテレビとかゲームとか線つないでたんやけど、今はちょっと撤去したので特に何も使っていません。たまに使うとしたら、私がいつもここで こっち側でこっちでね YouTube 撮ってるので、でここからあの照明の線を刺して撮影してます。それぐらいかな。それ使ってるやん。まあまあ一応使ってるけど、まあ常には繋いでない。次キッチンありました。はい、冷蔵庫の上に一応見える位置なので、はい、冷蔵庫のコンセントとはいえ、あのアドバンスシリーズにしてます。でまずこっちの IH 側はここにあります。はい、縦のやつをここにつけてます。はい、ミキサーとかたまに使う、うん、ほんとたまに。まずミキサーの使用頻度がそんなにないから、たまになんやけど、ここ使うのと、あとはあのホットサンドメーカーもここで使います。はい、で次こっち側、はい、はい、ここはちょっと見にくいんですけど、ちょっと全体で撮って、うん、コンセントの位置はこちらです。見えてないもん。ここにあります。家電類のコンセントは一応、まあ、家電置いたら隠れるっていうことで、コスモシリーズのコンセントをつけてます。全部見えへんでな、はい、ちょっとこだわりがあって、あのコンセントの位置が等間隔じゃないんですよ。家を建てる前からどこに何の家電を置くかっていうのを決めてたので、まあその家電が集中する奥側に2つつけて、で手前側に1つつけてます。はい、次こちらでーす、はい、洗面所です。はい、洗面所はまずこちら、ここにコンセント、これはドライヤー、アイロン、ヒゲ剃りと髪剃りの充電、よく使います。ここは毎日、うん、実はここにも、ちょっとモザイクかけよう。はい、ここにも2つ、うん、ここはあの鏡についてるコンセントなので、まああれば何かと使おうかなと思ってつけたんですけど、あんま使ってない。ヒゲ剃りの充電できる、うん、たまに充電とかに使うけど、うん、でももうここが楽やからここにしてるよね。ちょっと使いにくいかもしれない、うん、でここコンセント、洗濯機、はい、あります。基本的にこの洗面所はこのコンセントの色は白にしてるんですけど、コンセントとかスイッチもねここ白にしてるんやけど、はい、ただまあこっちはこのここの面の色と合わせたかったから、このアドバンスシリーズのブラックか、アドバンスシリーズのこの色にしてます。でこっち側は別になんか黒っぽいもん置いてないから白にしました。まあ、ここは洗濯機だけやね、他には使ってないです。はい、はい、で一応ついでに言っとくと、ブレーカーはここにあります。じゃあ次行きます、はい、ここは何の部屋ですか。こちらは、まあ、一応パントリーって言ってます。はい、階段下収納。あ、パントリーやな、でも、うちとしてはパントリーって言ってます。階段下収納なんですけど、ここのコンセントは、はい、まずこっち、はい、この枕棚の上に Wi-Fi 用のコンセントがあります。こっちはこ
ちゃ、うん、ちょっとこう線はごちゃごちゃしてるけどここに Wi-Fi あって別に電波悪いとかないね。うん、うん、まあ、ここが一番この家の中心になるからまあここにしようかっていうことをもう最初から決めてました。お家の中心で Wi-Fi を飛ばす。はい、で何が言いたかった、世界の中心で愛を叫ぶにかけたんやけど、いやごめんもう全然わからなかった、ね、ちょっともう一回言ってもういいです、はい、はい、でもう一つはここにあります。暗いけどここは掃除機と、まあ、コードレスの掃除機と、あともともとセカンド冷蔵庫冷凍庫を置くつもりやったんでここにコンセントつけようってなってここに置いてます。はい、はい、次こちらでございます。サザエでございます。はい、トイレはトイレ、ここトイレのコンセント、トイレのコンセント一番奥やね、はい、うん、ここは、まあ、一応見えるのでアドバンスシリーズのコンセントにしてます。以上、トイレは次はここです。あー、ここね、はい、ここ結構いい、ここいいところにファインプレーやったよ、うん、センサーライトをつける予定やったんでコンセントつけようかってなりました。ちなみにこれは無印のセンサーライトです。ちょっと今明るいから反応せんけど、うん、はい、これがあるだけでね、夜上上がるときにここの廊下を電気つけやんでも良くなりました。ここも一応目に見えるところなんですけど廊下やからっていう意味でコスモシリーズになってます。で、幅毛も一応廊下からは白やから、うん、1階は以上です。はい、じゃあ2階行きます。2階行きました。2階です。お客さんが上に来ることはあんまりないのでコンセントは全部コスモシリーズにしてます。で、まず2階はこちらです。ランドリールームの一番奥にサーキュレーター用にコンセントを設置しました。でランドリールームやから一応アイロンもたまにするかなと思ってコンセントは必要だなと思ったんですけどアイロンはあんまりしません。アイロンしなくてもいい服を買ってます。あ、ここにもあるやん。あるよ、はい、ここはここ、あ、ちょっと汚いけどもいいか、汚い、はい、この奥に奥にあります。ここは、まあ、いずれコードレスの掃除機を置くかなと思って今コード付きの掃除機があるんですけど、まあ、これの次買う時はコードレスの掃除機にしようかなと思って一応収納の中にコンセントをつけました。子供部屋になる予定の部屋が2つあるんですけどこれはね、もう左右対称にしてるのでどっちも一緒の位置にあるんですがまずここはいはい、こことで、ちょうど反対側にそうだねはい、ですんで、あ、反対側も同じ位置にこの窓の下に1個と入り口側の壁に1個で、今はちょっとごちゃごちゃしてるけどこれ今ちょっとキーボードが置いてあるんやけど一応家から持ってきたやつやけどほぼ使ってません、まあ、この辺のコンセントは、まあ、掃除機かけるときにちょっと使ってるっていう感じでそれ以外はまだ何も使ってません。ここにもあるな。子供部屋にするときにエアコンも必要になってくるのでエアコン用のコンセント穴ね穴、はい、まあ、反対側にも同じと同じ位置にあります。完全忘れたね、はい、ヒヒヒじゃない以上じゃない OK、はい、次悪い顔してるねこちら寝室です。はい、はい、まずじゃあここエアコンの上そこにあるのとあとはいここここ
でもめっちゃちょうどなんかいい高さやね、この IKEA のこの高さとなんかね。ここはまあ今つながってるのはこの扇風機のコンセントなんですけど、まあ、ゆくゆくはテレビ置くかなとかって言ってて、とりあえずな一応まあ4つコンセントとあとテレビ線があります。あともう一個はここ、はい、ここにコンセントあります。ドン、はい、はい。で、ここのクロークの中にはコンセントありません。はい、はい、別に必要ないのでありません。はい、はい、これが我が家のコンセントでした。コンセント祭りだ。はい、次の動画ではこのコンセントが、まあ、良かったのか悪かったのかっていうのをお伝えしたいなと思いますので、まあ、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。コンセントで後悔しないようなお家作りしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。終わりでございます。